明日からの秋田戦に向け練習に熱が入る山本選手。その姿から想像することはできませんが、ある病を抱えています。食物依存運動誘発性アナフィラキシーという病気になりました。食物依存性運動誘発アナフィラキシー。アレルギーの原因となる食べ物を摂るだけでは症状は出ないものの、その後運動すると呼吸困難や意識障害などの症状が現れる病気です。小学5年生の時に突然発症しました。母親の愛子さんはその時のことを鮮明に覚えていました。運動すると顔が膨れ上がったりして、本人が朦朧としちゃうんですけれどって相談して、もしかしたらそうこの病気かもしれないって言ったのが運動誘発のアナフィラキシーショック。練習中は必ず親が立ち会い、さらにコーチやチームメイトの協力もあり、なんとかバスケを続けることはできました。しかし中学3年生の朝練の時、私が行った時にはもう救急車に運ばれていて、病院に着いた時にもうチアノーゼの状態に入っていたので、顔が青くなっていて、少しもう目は白く向いてるし、で、あ、このまま死ぬかもしれないなっていうのを目の当たりしました。死ぬ前にお母さんに一言ちょうだいって言ったのを今でも覚えてます。一命を取り留めたものの、病気を理由に高校の推薦が取り消しになること10校以上、大学卒業後もプロ契約に至らず、さらに怪我などもあり、2年間は所属先が決まりませんでした。同級生とかは、同世代の人たちはもう社会人になって、まあ、立派にこう社会に貢献してるっていう姿を見てて、まあ、自分はすごい夢を持ってるんだけど、なかなか社会に貢献できないっていう状況、現状があって、そのギャップが何より辛かったなっていうのは、なんかすごい。去年、ようやく強豪琉球の練習生として契約。日本一を経験しましたが、試合に出場することは一度もありませんでした。お釣りが来るぐらいの経験ではあるなって、もう入った段階で、入って 1,2 ヶ月ぐらいでもうすでに感じていたんですけど、とはいえやっぱりそこの環境に行けば少しずつ慣れていって、いや俺ももっとこういう風にできるだろうとか、練習生という立場なので試合には出れないっていうもどかしさはやっぱり少なからずあったのかなと思います。そして今年、そうですね、そうですね、はい、ヒートテックを買いましたこの間いやみんなに聞いたら、これはまだ全然序章でしょうみたいな感じなんで、いや僕沖縄これがマックスだったんで、ちょっと震えてます。慣れてる感じしますね。やめてくださいよそんな若干こなれた感じは出ちゃったりのかもしれないです。恥ずかしいな、こなれてるのが一番恥ずかしいんですよアグレッシブなディフェンスがヘッドコーチの目に留まり、9月信州とプロ契約、千葉戦でデビューを果たしました。日本代表の富樫選手とかがいる中で同じコートでプレーできるとは思ってなかったので、なんかすごく感慨深かったんですけど、なんか昔思い描いてたプロになったらみたいな、あのワクワクみたいな感じではなかったです。意外と冷静にコートに立ちました。バスケットのことなんですけど、一つでも一試合でも多くチームの勝利に貢献したいっていうのが今シーズン立てた目標なので、そこはぶらさずにやっていきたいなというふうに思ってます。バスケ以外だと考えれないですね今は病を抱えながらプレーを続ける山本選手。すぐ練習終わったら補食を取ってっていう、まあ、補食もみんなプロテインをチームで飲んでるんですけど、僕飲めないんで自分で持ってきてゼリーであったり、まあ、鶏肉であったり、いつもチキン食べてるからチキンボーイっていじってきます。同じ病気だけじゃなくても、そういう
まあ、バスケットボール選手としてだったら身長が低い選手であったり、そういう体格に恵まれてない選手であったり、そういうキャリアがエリートじゃない選手であったり、同じように悩む人たちに夢や希望を与えたいっていう僕のこう目標があるので、そこはなんかぶらさずやっていきたいなというふうには思ってます。